ここまで長崎、熊本ともにシュートは1本、すでに熊本のパス数が長崎を30本上回っている。エイジガルが落として加藤の前だ。加藤が右足入った。長崎先制。前半の16分、やはりこの時間帯で長崎が得点を奪っていきました。加藤選手が後ろからサポートに入る。ただここのための作り方、